ゆたぼくん、僕のこと知ってるかい？知ってる。光栄だな。君みたいな天才革命小学生に出会えて。僕の名前は天才幼稚園児花岡チーター3歳。前より年が2つ減ったんだよ。僕は年を逆行してるからね。年々若返って最後精子と卵子まで戻るんだ。軽くひねりつぶしてあげるよ。ディベートを始めます。テーマは恋と愛、どちらが良いか。花岡チーター、恋、ユタボン、愛、よーい、スタート。恋はね、とってもドキドキして心の中のホルモンがめちゃくちゃ湧き出て元気になるんだよね、いろんなところが。いや、でも俺はね、愛が好き。愛は温かくて、ね、家族みたいやから。恋はいいぞ、ユタボン。いろんなファンの女の子たちや男の子たちが自分のことを好いてくれる。それが恋なんだよ。でも家族やったらほんま、なんかアンチとかおらんと思う。アンチ？わからない。いや、家族にもたまに怒れたりするだろ。うん。理不尽な理由で遊園地に行こうって言ってたのに、日曜日になったらやっぱり今日行けないとか言って約束を破ったりするじゃないか。そんな親のどこがいいんだ。いや、それは知らないと。どうして、どうして、なんか理由があんねん。おお、いや違うねん。大人たちっていうのは自分たちの理不尽な都合によって子供の世界をいいように作り変えてるだけなんだ。だから学校教育だって変わらないんだろ。家族だって、家族は不自由なんだ。というたぶん、なぜならな、家族っていうのはな、選べないからなんだよ。恋はな、自分で好きになれる人を選ぶことができるんだよ。つまり自分の理想の世界、これこそが真の自由なのだ。え、だって家族やったらほんまに俺が悲しいっていうことを伝えることができるから。だがな、家族にも言えない悩みや悲しみってのがあるだろう。うん。結局な、人間は全員孤独なんだよ、ユタボン。だからこそ勉強をして自分に力をつけて、そしてたくさんの人を好きにならせる。だからな、信じれるやつなんていねえんだよ。いや、俺は愛が好き。なんだそのまっすぐな俺の。いい、やめろ。いい、いい、そこまで。勝者アロマチーター。うえぇ、恋は選べるというところに上の圧がとんでもなかった。圧がすごかった。で、俺は愛が好きなの、まっすぐな心は受け取ったんですけど、理由付けのところです。続いての試合、テーマはぶっ潰してやる。10代がいいか20代がいいか。勝った。花岡チーター20代、ユタボン10代、ディベートスタート。まずね、20代っていうのはタバコや酒が飲めるんだよね。最高の快楽を味わうにふさわしい年代なんだよ。快楽、まあ僕3歳だけどね。いやでも10代やったら何でもできそうや。なんで10代っていうのは親の管理下に置かれてるからさ、行きたい時にどこへも行けない、深夜の公務員だって行かせてもらえないじゃないか。うん、でも朝に行けるよ。おー、夜に行きたい時はないのかい君。ないよ、だって怖いもん。ふん、ビビリやこの時点で俺とお前の差が出てるんだよね。いやでも10代やったらやりたいことできるやん。20代ではできることができたし。例えば For example、 例えばまあ友達もいっぱいできると思うし、いっぱい遊んだりできると思うし。友達なんて所詮は自由を、僕の足を引っ張るだけの存在だよ。飲み会に誘われたりカラオケに行ったりする、全部僕の自由を奪う存在なんだよ。ん？でも楽しいで、その方が。楽しいと自由は違うからね。楽しければいいなんて、そんなのバカな人間の一つオーバーやさ。いやでも俺は楽しい方がいいと思うから。やはり君と僕は分かち合えないようだな。根本的に価値観が違う。そこまで。勝者ユタボ。なんで
そうして友達と出会える10代の方が、まあ、そう、それはそうだなと思いました。私でその子たちと遊ぶ時間っていうのが大事みたいな話があったと思うんですけど、実際10代で大事なんだなって僕はちょっとそこに感銘を受けました。まあええ、来世では必ず倒す。それまでその麦わら帽子お前に預けといてやる。誰？また返しに来いよ。シャンクスか。ありがとうございます。それでは電座は完治、はい、ゼタもフリーで働くかサラリーマンか、さあ個人で働くわけじゃなくてサラリーマンで働くってことは多くの人と絡むよね。多くの人と一緒に仕事できるよね。その時にみんなと一緒に絆が生まれて一つのものが作れる。これがね、人が多いことのメリットなんだよ。いやでも俺使われたくないし、使いたい方やった。あ、上に立って、うん、まあ、そういうパターンもあるよ。でもそのためには下の子たちの気持ちを分かる必要があるよね。だってユダボンが誰かを使った時に、まあ、使い方とか間違っちゃったらその子との関係が微妙になっちゃうじゃん。いやでも俺、うん、使われてなんか嫌な思いして。誰に何を取って、先生に、先生に、先生に何されたの。先生にもうみんなもはいはいだめって聞いてて、うん、なんかロボットに見える。あ、見ました、それ記事で。あの拝見させていただきました、それ記事で。日本人がそういう性格の子が多いからなんだよね。実際じゃあロボットが多いってことはロボットを使う技術も身につけないとダメじゃない。じゃあロボットの扱い方を学ぶためにはその子らと触れ合うために一度そういう集団の中に入るってことも大事なんじゃないかなと私は思うわけですよ。いやでも俺は、うん、上に立つ。上に立つ。上に立つ。トップ立つ。うん、でもトップに立ってる人ってね、とんでもなく責任があったりとんでもなくプレッシャーの中戦ってるわけ。僕はそれをね、上、下から上を見上げて見たことがあるわけ。想像以上に大変だけど、ユタボ君、君にそれができるかな。いや、なろうと思ってできんじゃん。なるほど、なろうと思ってんの。うん、まあ、でも分からんし、そうなるか、うん、うん、もしかしたら、このまま YouTube 続けていくかもしれんし、それは分かる。それは分からない。分からなりに進んでいくことはでもめちゃくちゃ大事だと思う、うん、やっぱ今やっとかないと、うん、大人になってから、うん、なんかできへんくなったりするから、あ、今が大事だと。今が大事。なるほど。じゃあいつから思ってるの、今が大事って。今この瞬間。おお。なるほど。でもあの過去の経験が今めちゃくちゃ大きくなるパターンもあるじゃん、うん、人生ってこの時がダメだったから逆のいい自分になれるみたいなものもあったんだよね、僕では。うん、いやでもやっぱ、うん、今あの YouTube やってるから、うん、それを頑張ってやっていったらいいと思う。あ、もうそれを常にもう過去とかじゃなくて、うん、未来未来未来。そうなった時に、まあ、大人とかはね、将来こういう不老者みたいなね、変な方向に進んじゃった人とかもいるよとか言うわけ。いやそれはでもやめたかったらやめたらいいし、うん、やめたかったらやめたらいい。でもやめた時どうするのって聞かれたらどうする。うん、何かをやるでしょ。何かをやる。それはなんか人の下じゃなくて何か自分でやるってことかな。うん、その覚悟があるならいいんじゃないかな。それ支持して支持して、でもサラリーマンだからといって支持する側になれないわけじゃないよ。上に立てるよ別に。最初はそういう下を経験するだけでどん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 上に上がれるから、それでもいいんじゃない。別に上に立ちたいんだったら。いやでも俺は今を戦略できて今。なるほど。そこまで。はい、ただいまの試合どれ。人を扱う技術を、得得するというね、意味合いがすごかった伝沢さん。はい、まあ、これは結果的にね、将来独立するための思考という根本的にはフリーがいいんじゃないかという心が見え隠れしていたというところが、あとやはり彼の今が大事という固い意志、あと響くものがありまして。なるほど。でそれありがとうございました。これにてディベートを終わります。はい、はい、なかなかフリーになるよ。サラリーマン辞めるわ。